アメリカの新興企業オープン AI は10日、利用者がカスタマイズした対話型 AI、チャット GPT をアプリストアで共有できるサービスを始めました。子どもの学習に特化したものなど、独自の AI アプリを作り配信することができます。利用に応じて収益分配も行う方針で、人気アプリを手掛けた人に対価を支払うことで開発を促します。オープン AI は、 去年11月からチャット g p t をカスタマイズできる機能を提供しすでに300万件以上が作られたということです。